2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国経済、台湾、日本同盟に、続いてチームアメリカ。追い込まれる韓国ファウンドリー。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国経済、今年の韓国経済の、動向を見る上で欠かせないのが、半導体の行方である。すでに日経平均株価が、史上最高値を超えて3万9000円台の、周知になったことは紹介したが、NVIDIA の好決算で、株価が過去最高に上昇して、その半導体関連の日本企業の、株が大量に買われて最高値を、突破した。まさに NVIDIA 様々である。そして、言うまでもないが今年も生成 AI の、進化が著しい。すでに2月の時点で、単語を入力すれば動画を作成する AI まで登場した。まだ一般的なサービスは開始されてないが、非常に面白いと思う。今年、1年も生成 AI の進化は凄まじいものとなる。そう思わせるような動画であった。すると半導体銘柄が投資家に物色されるわけだ。そのため、韓国経済にとっても半導体の最新動向が最重要となる。だが、韓国には悪い知らせしかない。なぜなら、日本と米国、台湾、オランダによるチップ4同盟によって、韓国は完全に追いやられていく未来しか見えないからだ。日米が本気を出したら、韓国なんていつでも駆逐できるということがすぐわかるよな。それだけ、今、半導体は国の基幹産業として、重要な地位を占めている。20世紀が鉄の時代だとすれば、21世紀は半導体の時代かもしれない。IT 製品の進化でそれだけ、今、半導体というものが経済安全保障において、必須となった。戦争するとき、戦車を動かすにも半導体が、必要なのだ。ロシアは戦車に足りない半導体を日本の中古車輸入で埋めようとしたので、日本はロシアへの中古車の輸出を禁止した。このように半導体を制することこそ、この21世紀の勝者と言わんばかりに、世界中の国家が半導体開発に動き出した。だが、アメリカは2ナノなど最先端半導体技術。日本は最先端の半導体素材や、この二つがタッグを組んで、生産は台湾となればどうやっても、韓国製が勝てる未来はない。だが、それだけではない。アメリカ政府の支援を受けて、インテルが動き出した。まずはサムスン電子を、落とすためにファンドリー市場に打って出たのだ。そして、出てきたのは1ナノ半導体の、開発である。2ナノではない。1ナノだ。つまり、前人未到のさらに先の、半導体を開発である。まずはインテルの 1.4 ロードマップ、ここから見ていこう。記事を引用する。ここの引用は私が読むわよ。半導体受託製造ファウンドリの、後発走者であるインテルが、業界1位と2位の TSMC と、サムスン電子より先に 1.4 ナノインテル14アンペア工程を、導入することを明らかにし、1ナノ競争に拍車をかけた。半導体チップの製造とは別に、パッケージングとテストだけを切り離すことが可能なサービスを作り、2030年までに業界2位のサムスン電子を抜くとも公言した。ファウンドリ事業に再進出したインテルの勝負手が1400億ドルに達する。全世界のファウンドリ市場を揺るがすかどうかに注目が集まる。インテルは21日現地時間、米国カリフォルニアのサンノゼで、初となるファウンドリ、フォーラムダイレクト、CONNECT を開催し、
2025年に導入予定の 1.879 インテル 18A 工程を超えて、2027年に 1.4 ナノ工程インテル 14A、1.4 ナノ第2世代の製品を出すという内容のロードマップを発表した。インテルが 1.4 ナノ工程に進むという計画を発表したのは今回が初めて。インテルの1ナノ級工程の計画だけを見れば技術力ではるかに先行していると評されるサムスン電子と TSMC より1年ほど早い。先端工程の先行導入は技術力を誇示して顧客を集めるための後発走者の戦略の一つだ。インテルがファウンドリ事業への再進出を宣言したのは2021年が初めて。インテルは昨年末、業界で一番最初に ASML から、ハイ、ニューメリカル、アパーチャハイ、NA 極端紫外線リソグラフィの供給を受け、米国のオレゴン工場の工程に活用する方針だ。この装備は、より微細な波長を生じさせるもので、現在の最高工程水準である2ナノの壁を突破するためには必須だと言われている。装備1台あたりの価格は5000億ウォン約570億円を超えると推定される。ただし、業界では10ナノ以下の工程に苦戦したインテルが、わずか5年ほど後に、1ナノ級の製品を製造するという計画に対しては疑問が大きい。匿名の半導体業界の関係者は微細工程の量産の経験なしに、わずか数年で7ナノから3ナノに、ジャンプした後、突然1ナノに行くという、計画の安定性は疑わしい。技術開発を超えて、果たして収率を高めて、収益性を出すことができるかどうかは、もう少し見守らなければならないと、述べた。インテルは、先端技術だけでなく、成熟レガシー工程の、拡大のための業界間の、協力を強化する計画だ。レガシー工程に強みがある台湾 UMC が、12ナノ以上の工程で、蓄積した設計資産 IP を、提供し、インテルはトランジスタ、FinFET 工程技術を、支援する形での協力だ。業界1位の TSMC の、売上のうち半分がレガシー工程から出ている点を、考慮し、中長期的にファウンドリの、影響力を大きくするための、計算が背景にある。インテルはこの日、チップ製造とその後のパッケージングチップ配置及び、組み立てなどの後工程を、分離するシステムズ、ファウンドリのサービス領域を、新たに設け、2030年までにファウンドリ産業で、世界第2位になると明らかにした。例えば、チップ製造からパッケージングと、テストまでを一度に進める既存の、ファウンドリ、サービスを、それぞれ分離させ、他のメーカーのチップも後工程と、テストを行うサービスが可能だということだ。あと、省略。引用は以上だ。実際、インテルがパソコンの CPU の、性能を毎年、向上させてきた。今は知らないが、一昔のパソコンなら確実に、インテルの CPU が使われている。そのインテルがロードマップまで、出してきたのだ。これはよほど自信あるのか。米国政府の強い後押しがあると見ていい。そして、サムスン電子からファウンドリーシェアを、奪っていくと。ぶっちゃけ、これは2位のサムスンにとっては脅威でしかない。なぜなら、1位の台湾の TSMC が、シェアを6割、サムスン電子が1割が、今の状況だ。そこにインテルがサムスン電子を、抜くなら、ファウンドリーでも、サムスン電子は圧倒的な敗北となる。そもそも世界経済大国である米国、政府がインテルを本気で支援して、韓国製が勝てる算段などあるはずがない。そこに日本まで協力しているのだ。サムスン電子が踏みつぶされていくのは自明の理というやつだ。もう、韓国にとって相手が悪すぎるんだよな。これも韓国が中国を切れないからだ。中国を切っていたら、ここまで日米が本気を出すこともなかったかもしれない。でも、韓国はもう遅い。
半導体輸出で中国が買ってくれないだけで、サムスン電子や SK ハイニックスは倒産寸前まで追い詰められた。もう中国の言いなりになるしかない。それでは記事の冒頭を見ていこうか。ここの冒頭は私が読むわよ。米国は長寿インテルを後押しし、台湾と日本の半導体産業が接近している中、形勢を変えるような顧客をまだ確保できていない。チップ4同盟韓国、米国、日本、台湾のうち韓国が直面している現実だ。世界ファウンドリー半導体委託生産2位のサムスン電子は1位の TSMC と、差を狭めるのが容易でない上、2位を維持できるかも断言できない状況だ。急変する情勢に合わせたファウンドリー戦略が必要という指摘が出ている。引用はここまで。韓国、嘘をつくんじゃない。いつ韓国がチップ4同盟には言ったんだよ。韓国ではなく、オランダである。だから、チップ4の同盟に入ってないから韓国は顧客を確保できないのだ。当たり前ですよね。韓国の半導体で台湾以上に優れた点が一つもないのだから。2位のサムスン電子は1位の TSMC と差を狭めるのが容易でない上、2位を維持できるかも断言できない状況だ。2位を維持以前にサムスン電子と3位ではほとんど差がないよな。確認しておこうか。これが2023年の第1四半期の半導体ファウンドリー売上高ランキング。トレンドフォースの調査データだ。1位は TMC で 60.1%、 2位はサムスン電子が 12.4% だ。3位はグローバルファウンドリーズで 6.6% だ。この会社はアメリカ企業である。サムスン電子との差は 6% 程度だが、1年前よりシェアを拡大している。4位の UMC はもともと3位だったが少し落ちていると。見ての通り、サムスン電子以外の上位陣はみんなシェアを増加させている。つまり、サムスン電子だけがシェアを落としたのだ。これはなかなか興味深いだろう。では、記事の要点を整理していく。今回の記事は2ページあるので、割とカット多めに行く。記事の要点はマリサの担当よ。おう、どんどん読むぜ。記事の要点。1、21日現地時間、米カリフォルニア州サンノゼコンベンションセンターで、開かれたインテルファウンドリーサービス IFS ダイレクトコネクト行事に、レモンド米商務長官が、オンラインで参加し、私たちはすべての種類の、半導体を、作ろうというわけではないが、人工知能 AI に必須の、最先端チップは、直接生産しなければいけないとし、このように述べた。レモンド長官のキーノートをはじめ、マイクロソフト、OpenAI など、米国のテック企業は全世界の半導体関係者5万2000人が参加した。インテルの初のファウンドリー半導体委託生産行事で、相次いで、アメリカワン、チームを強調した。カンファレンス自体が米国の自国優先主義を公式化する場だったということだ。2、レモンド長官はインテルのゲルシンガー最高経営責任者 CEO との対談でも、インテルは米国のチャンピオン企業と称賛した。また私たちという言葉を繰り返し、同じチームという点を暗示した。ゲルシンガー氏もサプライチェーン弾力性を理由に米国で半導体を製造するべきだと強調した。ゲルシンガー氏は現在、世界の半導体の 80% がアジアで生産されている。半導体生産は特定の地域、国に依存してはいけないとし、10年以内に米国、欧州が世界半導体の 50% を生産できるようにすると述べた。3、この日、インテルがマイクロソフト MS を1ナノ級工程の顧客として確保したと伝えられた。事前録画映像に登場した MS のナデラ CEO は MS は、インテルの 18A1.8 ナノ級工程で、半導体を生産すると明らかにした。
インテルが MS などから受注した金額は150億ドル約2兆2600億円に。ファウンドリービジネスでは顧客確保が、鍵となるが、インテルが、TSMC とサムスン電子より AI で、先頭を走る MS の手を、握ったのだ。この日、NVIDIA は昨年10から12月期の、売上高を前年同期比 265% 増の、221億ドルと、明らかにし、純利益もウォール街の、予想を上回った。反面、多くの NVIDIA の挑戦者は退却している。サムスンも NVIDIA の GPU の一部を生産するが、同社の先端 AI 半導体は、TSMC の工程で生産されるため、NVIDIA の独走はサムスン電子に負担となる。NVIDIA、Apple など大手顧客は TSMC が握っているため、新しい AI 半導体総社が登場しなければサムスンファウンドリーの新しい顧客確保も難しい。4、チップ4のアジア3カ国のうち日本と台湾は急激に接近している。ロイター通信は過去2年間に9社以上の台湾半導体企業が日本で支社を設立したり事業を拡張したりしていると報じた。半導体事業の復活に取り組む日本、米国の要求で中国、デカップリング、脱動強化をしなければならない台湾、両国の必要の一致と、円安効果で半導体協力が、急速に進んでいる。TSMC は24日に、熊本県に第一工場を、完工し、第二工場は2027年に、完工するが、TSMC について台湾半導体企業も、日本に渡っている。TSMC は米国、政府の勧誘及び圧力で米アリゾナ工場を、建設しているが、海外生産基地は日本に早いペースで構築されている。ロイター通信は日本政府が寛大な補助金最大 50% を迅速に支給し、人材も優秀なためと分析した。TSMC 日本工場は12の28ナノ級のレガシー非先端工程だが、車載用半導体やイメージセンサーなど日本産業の需要に合わせてチップを生産する。5. 専門家は韓国も国家、レベルで先端、レガシーファウンドリーを、共に育成すべきだと助言する。サムスン電子は TSMC と、1、2ナノ級先端工程で、競争しているが、AI 技術の普遍化と、電気自動車普及などで、レガシー半導体市場も、拡大しているだけにこの市場を、放置してはいけないという指摘だ。関陽大の牧材金箔ジェグン融合電子工学部教授は車載用半導体などの需要が急激に増えていて、国内ではサムスン電子などがその技術を保有するが、先端工程への投資が優先されて実行できていないとし、我が国も自動車産業が発達した地域に車両用ファウンドリー投資がなければいけないと述べた。ソン・グング・アン大のキム、四速電子、電気工学部教授は先端工程は台湾本土でし、レガシー工程は日本でするというのは TSMC の良い戦略とし、韓国も軍需用半導体など、旧工程を含め専門企業を育てる総合的な国家半導体戦略が必要だと話した。以上の5つだ。霊夢、引用は以上だ。続きをどうぞ。はい、どんどん読むわよ。このインテルとアメリカの本気度を知って、こちらは韓国の半導体に未来がないことに爆笑したが、未だに韓国は夢を見ているのが、この専門家の指摘だ。何度も言うが、さっさと撤退することをお勧めする。もう、サムスン電子や SK ハイニックスは生き残れない。それはどうしてなのか。すべてはこの言葉に集約される。10年以内に米国、欧州が、世界半導体の 50% を、生産できるようにする。仮にこれが実現するなら、残り 50% がアジアなどになるが、日本の熊本県に、置ける半導体拠点が、完成すれば、台湾の TSMC がほとんど持っていくことだろう。サムスン電子が勝てるはずもない。
韓国製は10年後には消えていると。さようなら韓国半導体。ニュースは以上よ。霊夢、韓国の専門家は韓国に、技術がないのに車載用半導体とか、言い出してるぞ。まあ、開発すべきといえばそうだけど、予算もなければ技術もない。そもそもその領域は日本企業の、独占状態。サムスン電子が車載用半導体を、開発できてるなら、どうして車特需で、儲からないのかと、韓国の専門家が突っ込まれるだけよ。彼らはできるのはメモリー分野の、組み立て工場にしか過ぎないわ。インテルが本気出していよいよ終わりが、具体的に見えてきたわね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回、バイバイ。